ジェイ・ブリスコアメリカ合衆国のプロレスラー、本名、ジェイミン・ピュー、デラウェア州出身、ロー・所属、弟マーク、ブリスコとのタッグチーム、ブリスコブラザーズでの活動で活躍している、弟であるマーク・ブリスコとのコンビで2000年5月に、プロレスデビュー、以後、兄弟タッグとして、CZW や、ジャンポなどの独立系団体を渡り歩き、2002年には、大日本プロレスへ来日を果たした。 ローには、旗揚げ戦から参加し、2003年11月1日には、ロー世界タッグ王座を獲得。ロー王座をめぐって、セカンドシティセインツと構想を繰り広げた。2004年、バイク事故によるマークの負傷のため、J もプロレスを休業。2006年に開催されたローの4周年、記念大会にマークと共に復帰し、それ以降、ローを、主戦場に活動を再開する。 2007年2月24日、クリストファー・ダニエルズ、マット・サイダル組を破り、約3年ぶりに、タック王座を獲得。同年3月3日には、土井刺激、高木慎吾組に、リバプールで王座を奪われるものの、約1ヶ月で王座を奪回。それ以降、同年12月30日に王座を奪われるまで、タックチーム版絶対王者として団体に君臨した。 2007年1月には、プロレスリングの愛来日し、GHC ジュニアヘビー級、タッグ王座を獲得。同年7月に開催された、日テレ拝争奪ジュニアヘビー級、タッグリーグ戦にも参戦した。2016年1月4日、新日本プロレスのレッスルキングダム12、矢野ーの X として、マークと共に参戦。バッドラックファレ、タマトンが、高橋博士二郎との試合は、 ネバー無差別96人タック王座選手権とされ、初代王者となった。翌1月5日には、後楽園ホール大会のメインイベントで、バッドラックファレ、ヤングバックスを相手に初防衛に成功。J ドリラーダブルアーム式、パイルドライバー、三沢光春の使用するタイガードライバー91と、形が似ているためか、ノア参戦時には、使用を控えている。 使用開始当初とは落とし方が多少異なっている。アバランチ DVD ミリタリープレスで持ち上げた相手を、ファイヤーマンズキャリーの体勢に捉え、そのままデスバレーボムに移行する。走り込んできた相手へのカウンターとして使用することも、ある。ブリスコカッターセカンドロープからのエースクラッシャー、ハーフハーフ肩腕を、ネルソン、もう片方を、チキンウィングにクラッチし、ジャーマンスープレックスのように投げる。 テキーラサンライズスープレックスと同じ、シットアウト、ファルコンアローダイビングレッグドロップスパイクジェイドリラー、テイマークとの合体、J がジェイドリラーの体勢で相手を抱え上げ、マークがスプリングボード式に飛んで相手の足を捉え、二人でマットに突き刺す、スプリングボードドゥームズデイデバイステイマークとの合体、J が相手を肩車し、マークが エプロンからスプリングボード式にトップロープに飛び乗り、相手にラリアットを放つ。三角飛び式にリングからノータッチでトップロープに飛び乗り、反転しながら相手を倒すこともあり、バリエーションは豊富。巨大ラダーをくぐり抜けて放ったこともある。カットスロートドライバーレッグ、ドロップコンボテーマークとの合体、マークが変形リストクラッチ式。 バーニングハンマーの体勢で担ぎ上げた相手の頭に J がダイビングレッグドロップを放ち、そのままの勢いで相手の後頭部をマットに突き刺す。シューティングスター、プレスレッグドロップコンボテーマークとの合体に、J とマークがコーナー対角線上に登り、リング中央で仰向けに倒れている相手にレッグドロップとシューティングスタープレスを同時に決める。レッドネックブギテーマークとの合体に マークが、スプラッシュマウンテンの体制に相手を担ぎ上げ、J が走り込んで、ネックブリーカーに捉える。IWGP タックオーザを手にする J とマークロー、CZW、フィッププロレスリングの新日本プロレスほか、アメリカのインディー団体を中心に多数獲得。ありがとうございます。